たった今、午後1時半過ぎに大分県の九州アフリカンサファリを出発したトラックが徳山動物園に到着しました。トラックの荷台にある緑色の檻、新たな仲間、リンカが乗っています。檻の隙間からは、あ、リンとの顔が見えましたね。徳山動物園では去年8月にメスのシジミ、今年4月にはオスのモイカが死んでライオンがいない状態が続いていましたが、今回大分県のアフリカンサファリからオスのリンとを迎え入れました。九州からの長旅を終えたリンと、さすが百獣の王、とても落ち着いた様子だったということです。やはり動物園ではやっぱりとても人気の動物ですので、まあ、いろんな、まあ、小さなお子様から、まあ、お年寄りの方まで来ていただいて、まあそのまあ、特にたてがみ、まあ、オスですからそういうところを見ていただいたりしていただければなと思います。今日は残念ながらその顔をしっかり見ることができなかったので、こちらアフリカンサファリで撮影した写真をどうぞ。この凛々しい顔が見られるのはあさって6日からの予定。ただ展示場に出てくるかどうかはリンと次第。皆さんどうぞお楽しみに。この凛々しい表情のリンとに早く会いたい気持ちが強くなりました。シルエットで見えるたてがみもやはり百獣の王というところでした。はい。